さあ、ナズナが彼に投げを置き攻めかわして、さあ、狼さん連打からの画面端、超鼻から固めて削っていく 6D 見てから決めるよね、これね、死ぬでしょうね。はい、かまず一人勝ちはクイータンナズナ。2人目はお魚バイス。さあ、まだ昇竜から水を使っている、投げて画面端じゃなかった、ごめん。さあ、じわじわと追い込んでいく。さあ、一瞬のお見合いから通常投げ、今度は投げを外すウサギさんに当たって、さあ、コパンを刻んだところ、差し込まれて、しかしコンボが安い、昇竜で拒否る。さあ、殺しきれない、投げを外して一本取ってたのはお魚バイス。さあ、水玉できっちり。さあ、全てを消し去る。さあ、畑が巻こうとしてしまった。中段から水玉張って中段中段、さあ、受け身を刈り取って一本返す。なんかずっと中段立ちくらいだった気がするけどね。さあ、体を入れ替えて、さあ、画面端動き出しを刈り取る。さあ、ウサギさんがガンガンやはり来る。ウサギさんいる。え、何それ今の。さあ、水玉を縦に超アイビームを食らう。跳ね返して受け身を勝って、さあ、大将は島釣りカムイ。さあ、踏みとどまれるか島釣り。さあ、アルカナを迷っている。クイタンはケンシン愛にする。あー、いきなりミスる。赤いよ。
きっちり拾って一本取ったのは島津神。さあ攻めていったカウンターからダメ足固めるか。さあめくり気味に当たっていった。さあ固めてウサギさん。さあ隠し持っていたネタを今使ってくる。食いたんだぞな。さあめくり気味いってそこは着地に投げを刺される。アイビーム。さあそこを抜けてきた大神さん当たる。コウ触れちゃった。読まれちゃってた。コウに頼り切った島釣りが負ける。勝ったのはクイタンナズナ。シエルさんの物欲チームと赤チーム集合。はい。ゲームオーバー。はい、シエルさんの物欲チーム。わー、いるね。赤チーム。はい、じゃあじゃんけんしてください。最初はグー、じゃんけんぽい、本場ね。先方誰？シエルさんです。先方はシエルサキだって。じゃあ始めてください。キャシーは風で、さっきは剣心。どうしてそうなった？さあぐるぐるから超風入って、あーとキッパーアタックが入って、まずを1本取ったのは赤身キャシー。受け身を刈り取られる。赤い
投げから、これはいやまだ残る、一本返すシエルサキ、そして入る EF から、さあキャシーのターン、そしてから、あこれは勝ったのはサキ、コンボミスからの勝利、2人目は赤マンキラー、飛んだところ、ここは強化をする、裏回りからバース吐き出して、さあ空中でめくった形、揺さぶり続けて一本取ったのはサキ、さあ補正を切る形、さあこうなったら先のペースか、着地を投げた、決めたのはシェール先、対象はワラシャル、花を選択しているサキ、さあなかなか、あここで崩れる、投げが通った、
さあな膝が当たって、さあこれまだわからないか、これバースを吐き出させたらワンチャンある。あ、追いつなかった。あ、これはまだ残る。あ、腹引っかかってギリギリ殺しきれない。さあバーストゲージが回復したのはサキ。さあここからじりじりとした立ち回りが続く。さあここは取られ、ダメージ取られた。引っかかる。さあガードさせて、さあ時間が少なくなってきた。さあリスクは犯さないのはシャル。時間がないが、タイムアップ。勝ったのはワラシャル。